ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は RX8 のタイプ S とベースグレードのエンジンの違いを見ていきたいと思います。まずはベースグレードのエンジンを分解していきます。3分ちょっとですのでご覧ください。このエンジンはオイル交換をまめにしていたようで、中が綺麗です。タイプ S とベースグレードですが、基本的には同じ構造になっています。これからエンジンを分解していきますが、ポートの形状の違いを確認いただければと思います。詳しい違いについては、エンジン分解後に解説していきます。よくある質問で、ベースグレードの車体にタイプ S のエンジンは装着可能かという問い合わせがあります。結論として、エンジンだけでは無理です。ベースグレードにタイプ S のエンジンを乗せるのであれば、タイプ S の車両を買い直した方が早いですし、費用も全然安くなります。結構いろいろ違うのですが、まず解説するエンジン自体が違います。エンジン自体、主にポートが違いますので、それに伴いインマニなどの補給類も違ってきます。大きな違いを言うと、インマニの形状、インジェクターの容量、インジェクターの本数も違います。タイプ S はプライマリーが2本、セカンダリーが4本です。ベースグレードの場合、プライマリーが2本、セカンダリーも2本です。エンジンハーネスも違いますので、コンピューターも違います。他にもメーターなどいろいろ違います。ベースグレードの車両にタイプ S のエンジンを乗せる場合、この辺を全部変更しなくてはなりません。全部変更するのであれば、タイプ S の車両を購入した方がいいと判断する理由が分かってもらえると思います。ただ今乗っているベースグレードの車両に愛着があるなどの事情があって、パワーも上げたいと考える場合、方法としてはターボ、もしくはスーパーチャージャーをつけるというのもありだと思います。そろそろエンジンも分解し終わりますので、雑談はこのぐらいにして、本題のエンジンの違いを見ていきます。分解したエンジンを見たことがある方は、この時点でポートの違いは見た目で分かったと思います。ここからは各部品を比較していきたいと思います。まずはローターを比べていきます。こちらはタイプ S のローターになります。これはフロントローターです。これはこちらにスリットがありますので、リアローターになります。こちらがベースグレードのローターになります。こちらにスリットがありますので、フロントローターです。2つを比べてみます。パッと見、特に違いはありません。いろいろな角度から比べてみますが、同じものです。回転させながらいろいろな角度にしますので、皆さんも見比べてみてください。
同じものがいいと思いますので、両方リアローターにします。注意していただきたい点として、今回の動画の中で同じものと解説している部品がありますが、品番が違いますので見えない部分に違いがあるかもしれません。うちではタイプ S のエンジンにベースグレードの部品は使えませんので、代用する場合は自己責任でお願いします。ローターに関しましては同じものを使用しているようです。次はステーショナリーギアを確認していきます。ステーショナリーギアは違いがあります。こちらがベースグレードです。このメタル部分を見てください。こちらがタイプ S のものになります。こちらはメタル部分に穴が開いているのがわかるでしょうか。これはベースグレードのフロントステーショナリーギアです。こちらも違います。ベースグレードは FC、 タイプ S は FD と同じ形状です。ちなみにメタル交換だけではダメです。ステーショナリーギアそのものが違います。こちらはリアハウジングになります。向かって右がタイプ S、 左がベースグレードのものになります。見て一目瞭然ですが、吸気ポートが違います。ノギスで簡単に比べてみますが、実はベースグレードの方がメインポートは大きいです。タイプ S はオギラリーがある分、メインポートは少し小さくなっています。次は排気ポートです。またノギスで比べてみます。排気ポートはタイプ S の方が大きいです。吸気量が多い分、排気ポートが大きいのは当たり前なんですけどね。こう比べてみるとよくわかると思います。次はインタメです。こっちがタイプ S のものになります。前に比べてみるまではタイプ S もベースグレードもインタメは同じものだと思っていましたが、違います。画面で見ると違うかもしれませんが、実物で見比べてみると吸気ポートも排気ポートも違います。タイプ S の方が少し大きいです。実物は見比べただけで一目瞭然です。試しにノギスを当ててみますが、測るまでもないと思います。ベースグレードのエンジンでポート加工をするのであれば、ポートの大きいタイプ S のインタメを使うのもいいかもしれません。インタメだけでしたらインマニ側は変わりませんので、ポン付けできるはずです。実際こうして比べてみるのは
初めてですが、並べてみると違いが分かりますね。勉強になりました。ちょっと手こずっていますが、こちらの方が大きいです。次は排気ポートを見ていきます。こちらもタイプ S のものの方が大きいです。こちらはタイプ S のフロントハウジングになります。ベースグレードとの違いはリアハウジングと全く同じなので、こちらは省略します。次は液栓です。液栓は同じものです。こちらがタイプ S のものになります。今現在では FC、FD の液栓は生産中止になっていますが、8の液栓が同じですので、8の液栓を使うことができます。今回は比べませんでしたが、ローターハウジングは同じもののようです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。